はい、一発合格テレビの岡です。今回のテーマは初めての社労士試験、独学者が絶対に避けたい勉強法5選、こういったテーマでお送りしたいと思いますね。今日は独学者、文字通りですね、独学で勉強されている方、あとは通信講座で勉強されている方、ひいてはですね、通学で勉強されている人も、まあ家では一人で勉強してますから、まあ皆さんに当てはまるというふうにね、思っていただいてもいいと思いますね。絶対に避けたい勉強法をね、5選ご紹介していきたいと思います。今回は内容をね、紹介するだけではなくてですね、その理由とですね、あと解決策までバッチリね、アドバイスしていきますから、期待していただければと思います。それでは始めていきますよ。その1、テキストを併用しようとするということですね。まあ独学とかでね、勉強する方であればですね、市販のテキストを選ばれると思うんですけど、やはりいろんな種類のね、テキストが今出てますから、で、あれもいいとかこれもいいとかね、なっちゃうとどうしてもね、迷ってしまうってこと多いと思いますね。最終的にはですね、ここにも書いてありますが、やっぱりより深く理解をしたいとかですね、情報を広く集めたい、あとは気になる、そういったことを考えてしまうと、どうしてもね、複数のテキストを買ってしまうということがあると思いますね。私はですね、絶対これ NG だと思うんですね。なぜかっていうと、社労士試験というのは、やっぱ基本的な知識のミスがですね、本当に致命的になる。より正確にですね、何度も何度も繰り返して、知識の正確、ね、広くなくていいから正確に抑えていくということになります。これがですね、もしですね、勉強してて複数テキストがあるとですね、やっぱりどうしても気になりますから、どっちも見てしまう。それですごく時間を取られるし、結局テキストっていうのは書いてあることっていうのはほとんど一緒なんですね。当たり前ですけどね。だからそれがどういうふうに書いてあるか、どういうふうに整理してあるかの違いなんでね。その辺をですね、たくさん見ているとですね、一番最後にも書いてありますが、やっぱりテキストっていうのは記憶のベースなんですよ。それを何度も繰り返して、それを自分の知識の拠り所にしないといけませんから、それは絶対に一つであった方がいいです。複数あると逆に混乱する、それだけでも混乱するというところはあると思うんですね。これが問題集だとですね、やっぱり私はですね、最終的に合格するためには市販の択一式問題集、選択式問題集、複数いろんなタイプの問題集をやっぱ潰していく必要は私はあると思います。ただテキストはですね、浮気せずにですね、しっかりと選んでですね、もうそれと心中するつもりでね、考えていただければと思います。そういう意味ではテキスト選びっていうのは非常に重要ですからね。この動画でもある通りですね、まあテキストね、選びね、問題集選びについても動画上げてますから、ぜひね、参考にしていただいてですね、そこは慎重にね、していただければと思います。1点目は以上です。はい、それではね、その2見ていきたいと思いますね。最初にテキストを読みまくる。これ実はですね、ここにも書いてありますが、以前ですね、結構主張されていた勉強法なんですね。最初にですね、テキストをですね、3回ぐらい読むとかですね、高速で繰り返してから読むという勉強法です。私も承知はしています。ただ、正直ですね、ここにも書いてありますが、頭のいい人用だろうなというふうに思います。全くね、小学の人、しかもテキストね、社労士試験分厚いでしょ。それをですね、高速回転でですね、2、3回読んでから、それで頭の中に入れてからですね、それから、じゃあ問題集当たりましょうというのは、やはりですね、なかなかこれ短期合格には結びつけない、ね、普通の人ならですよ。頭のいい人は別だと思いますね。もう読んだらね、こうスーッと入っていってね、整理できていく。そういう人ならまた別だと思いますが、私もね、一回こういう勉強法も試してみたことあるんですけど、なかなか向いてなかったですね、私はね。で、やっぱり社労士、ちょっと難しいかなという気はしますね、社労士に当てはめるのもね。やっぱりですね、インプットとアウトプットっていうのは、当然ね、交互にやっていくっていうのが普通の勉強法だし、これが王道だと思うんですね。だけど、最初のインプットっていうのは、できるだけ時間かけない方がいいと思います。つまり何言ってるか意味内容がわかる、もっと言えば問題集で書いてあることの意味内容がわかるぐらいの理解でいいんですよ。だから独学の人もですね、もう本当に最初読むときはさらっと読む。いきなり問題集入ってもしょうがないですよ。問題集の答えだけ覚えてもしょうがない、ね、だから当然最初テキスト読まないといけないんですけど、そこはあんまり時間かけない方がいいと思いますね。重要なのはですね、テキストを終わって問題集やりますよね。で、問題集終わってからテキストに戻る、ね、この矢印が重要なんですよ。だからそこをしっかりとやっていく必要があるので、やっぱり最初のインプットであるはずので、ね、テキストの通読、これはあの通信生の人もね、同じようにあの講義をですね、最初にガーッとね、何回も聞く、ね、それから問題集を当たる、ね、そういったやり方も同じだと思いますが、
私はやっぱり最終的にはね、合格に近づいていく勉強法ではない NG な勉強法だと思いますから、ぜひ、ね、それ知っておいてください。それよりも問題集やった後にテキストに戻るね、そこが重要。つまり最初にですね、テキストは読むものと考えるよりも、これ耕すもの、こういうふうに考えてもらってね、ここにも動画上げてますけどね、まずはテキストを耕す、テキスト読みはそれからね、こういった視点がね、勉強をね、短期合格には向いてると思いますね。2点目は以上です。はい、それではね、3点目見ていきたいと思いますね。過去問から覚えようとする、このいうパターンもいいと思いますね。多くなると思いますよ。資格試験は過去問だ、まあとにかく最終ゴールが過去問なんだろうから、過去問まず覚える、これが一番早い、手っ取り早いね、短期合格のコツなんだ、思ってらっしゃる方多いんですね。で、いきなり過去問解き出す。過去問解いてもね、社労士の試験っていうのは社会保障ですから、常識的な話ですからね、結構ね、解けたりですね、覚えたらね、次解けたりですね、することあると思うんです。しかしまず考えてほしいのはですね、その過去問を全部覚えたら、じゃあ社労士試験に本試験で合格できるかっていうことですね。私は絶対できないと思いますし、おそらくほとんどの先生がですね、過去問だけで合格するっていう先生はもういないと思います。それとともに点の知識、まあ、いわゆるね、本当に社労士の、ね、社会保障の制度の本当に細かいことを結構過去問いろいろ聞いてますから、本当に点の知識、これをね、本当に無理やりですね、覚えようとする、記憶力のいい人だったら覚えられるのかもしれませんが、そうするとね、本当バラバラです。しかも社労士制度っていうのは似たようなね、ものがいっぱいありますから、もうどん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 混乱していきます。そうするとやはりですね、まあ、そこそこはいくと思いますよ。過去問全部覚えたらね、答え本そこそこはいくと思います。択一でも40点ぐらいはいくかもしれませんけどね、うん、でも選択は無理でしょうしね。ですから、まあ、そこそこはいくけど、合格ラインを超えるっていうのは私は難しいと思いますね。じゃあどうすれば早くいくか、ゴールが重要ですからね。ゴールするためにはっていうことで言うと、やっぱ正確な知識を出すためには、私は知識の枠組み、各制度の枠組み、そこをきちっと固めるのがやっぱ一番早いんだと思いますね、遠回りのようでね。そうすると細かい知識が入る、細かい知識がどこの位置づけのどんな話かっていうのを抑えずにですね、過去問の点の知識を抑えててもなかなかね、やっぱり身につかないし実力つかないと思うんですね。それよりも枠組みさえ抑えておけば入れやすいし、で過去問の中にはですね、まあ、これはもうみんな受験生知らないだろうっていう知識をたくさん入れてますから、あ、こういった知識はいらないなっていうふうにね、判断できるようになってますから、私は受験生の目標としては、まずは各科目の知識の枠組み、フレームと呼んでますが、それを固めることがいいというふうにね、私は考えています。ですからそういう意味ではね、テキストっていうのはやっぱ過去問をね、体系的に並べてあるわけですよ、このテキストも。ですから過去問マスターというふうに入るよりは、テキストをいかにマスターするか、そういったふうに捉えて臨んでもらった方が合格には近くなると思いますね。これぜひちょっと最初にね、考えておいていただければと思います。テキスト重視の方が最終的にはいいです。ただテキストは丸暗記できない、だからこそ問題集でしっかり思考を耕していく、そういった作業がどうしても必要になってくる、まあ、そういうふうにね、理解していただければと思いますね。3点目は以上です。はい、それではね、4点目見ていきたいと思いますね。サブノートを作り始める、これもね、特に独学でですね、時間がね、ちょっとフルタイムとかで勉強している受験生に多くなりがちな勉強方法だと思いますが、結論から言うと NG の勉強方法です。まずはですね、知識を自分で整理すること自体はですね、これはね、大切なことだし重要なことです。私が見てきたね、短期合格者の中でも、当然自分でね、ピンポイントで整理をして短期合格勝ち取った人はたくさんいらっしゃいます。これ絶対重要だと思いますね。やっぱ情報を整理するっていう観点はすごく必要だけど、網羅的になっちゃいけないんですよ。これにすごくね、意識してみてください。これがですね、やっぱね、完璧主義の人、どうしてもですね、綺麗好きの人っていうんですか、もう綺麗に作らないといけない、体系的に作らないといけないということになると、どうしても網羅的になるということですね。そうするとどういうことが起こるかっていうと、やっぱ作ることに熱心になってしまいますね。記憶することに重点が置かれないことになりますから、やっぱ試験でこれ勝てなくなりますから。2点目にも書いてあるように、テキストベースの考え方を外れるとダメです。だってテキストもね、各著者がですね、過去問を体系的に自分なりに整理した形なんですよ。それをベースにした方がいいです。社労士試験っていうのは論述式の試験ではありません。論述式の試験であればですね、自分でですね、サブノートみたいな形で論述のね、パターンを作るとかね、自分で整理するというところは必要だと思いますが、社労士試験っていうのは正確な知識が求められている、幅広いね。そうすると実力がつけばつくほどですね、結局はテキストベースにした方がいいというのに気づくことになります。ですからやはりですね、絶対にテキストベース外しちゃいけないと思います。
ますね。そうしないとですね、短期合格は遠のいていくというふうに思います。情報の整理は必要です。ただ絶対忘れてはいけないのは、目的は作ることではなくて繰り返して記憶すること、そこに自分が意識を向けてるかどうかなっていうのをね、ぜひ考えてみていただければと思いますね。で、結局ですね、テキストベースにして、でテキストの中の必要なところを自分なりに整理するっていう意味では、例えば大きめのカードとか付箋を上手に活用してください。私もですね、こちら私が受験時代に作ってたカードなんですけど、これ B6 の情報カード、これ1枚でね、100枚ぐらいね、カード閉じられるようになっていて、これでですね、社労士の全科目ね、だいたい1科目ですね、5枚程度裏と表でね、もうバチバチに色つけてますけどね、いう形で整理していきました。でこれをですね、もう本当に仕事の合間にですね、大きめの単語カードのイメージですから常に見た。で、整理気に入らなければすぐ差し替えてね、捨てて新しく書き直せばいいですしね、各科目5枚程度にするとかね、決めてたんですよ。そうすると網羅的には絶対なりませんしね、保険給付の数字とか覚えたいところ、覚えにくかったところ、こういったところだけをカードにしました。でこれをもう常にね、営業の仕事でしたから、カバンの中に入れて休み時間に常に見てたということになりますね。こういった形の目的はですね、やっぱり記憶することなので、作ることではないので、そういうところもしっかりと考えて自分なりの情報整理していったらいいかなというふうに思います。4点目は以上です。はい、それではね、最後5点目ということになりますね。こちらですね、 SNS に夢中になるということですね。これもちょっとね、やっぱりしっかりと考えていったらいいかなというふうに思いますね、今の時代ね。でまずね、勉強の記録をつけること、これはモチベーションになるっていうのは私もね、重々承知しております。私自身もね、受験生時代に記録してたりしました。しかしですね、 SNS って言ったらどうしても他人の目があるんですね。で他人の目があるってことは、それを意識しすぎるとやはりちょっと間違えた方向に進んでるなっていう人はね、多々見られますね。そこはですね、なんでやってるのかなっていうふうに私も考えるんですけど、それはもう自分のモチベーションというよりは、なんか自分のね、別の目的があるような正直気がしてくるんですね。そうなるとずれます。やっぱり純粋に最初はですね、社労士に合格したい、モチベーションアップのために使いたいということだと思うんですけど、まあ例えばでね、今だったら YouTube でね、流してる人もいらっしゃいますけどね、私もですね、この YouTube 企画撮影はしてますけど、編集はもちろん人に全部ねお任せしています。ものすごく時間のかかることですね、大変なことだと思います。それを受験生時代にやって、その後の展開をね、多分ご自身考えられてるんだろうと思いますけど、やっぱりね、目的は社労試験に合格をすることですから、そこのところはやっぱりね、履き違えずにですね、自分で自分を律するつもりがないといけないのかなというのは、ね、すごく思いますね。やっぱりあくまでね、試験に合格するっていう観点で言うと、誰でもですね、時間は限られてますしね、力も有限ですから、そこをいかに集中するか、でそこの目的を達成していくかというところをね、やっぱり集中すべきだというふうに私は思いますしね。あとは社労士試験、運が重要ですよね。運もやっぱりですね、その夢中になっているものに運がつきますからね。ですから社労士試験に合格したい、社労士試験に運を向けたいんだったら、やっぱりそこに集中すべきだと、そういうふうに私は思います。ですから合格後にですね、どんどんね、活躍していただければいいなというふうに思うんですけど、まあ、その辺は自分の中できちっとね、線引きをされて上手に活用されたらいいのかなというふうに思います。5点目は以上です。はい、それではね、まとめていきたいと思いますね。独学者がね、絶対に避けたい勉強法5選お話をしていきました。最近の時代では本当にありがちな5点だと思います。こちらね、テキストを併用しようとする、最初にテキストを読みまくる、過去問から覚えようとする、サブノートを作り始める、 SNS に夢中になる。ぜひね、この辺は私はまあね、絶対避けたい方がいいなというふうに思ってますから、まあ、この辺もご自身の考えでね、望んでもらったらと思いますが、私もね、多くの受験生見ててですね、やっぱ感じる5選ご指摘させていただきました。解決策もお話ししたつもりですから、そのね、解決策に向けてですね、決してね、後ろ向きな話ではなくて、前向きに、やるのは自分ですしね、合格するのもご自身なので、その辺もしっかりね、自分の中で納得した形でですね、勉強これからも進めていただければなというふうに思います。ということで今回のテーマは以上です。それでは。